マイク・ダグラス、1925年8月11日から2006年8月11日は、アメリカ合衆国の男性歌手、司会者、イリノイ州シ,シカゴ出身。アメリカで記録的な人気を誇ったトーク番組、マイク・ダグラス賞の司会を21年間務め、俳優、女優、歌手、スポーツ選手など、数多くのスターを輩出。番組の功績により、 1967年、エミー賞を受賞。イリノイ州シカゴ生まれ。聖火隊の一員として、キャリアをスタート。第二次世界大戦に、海軍兵として従軍した後、シカゴのテレビ局はマック t v の専属歌手となる。その後ロサンゼルスに移り、ジニー・シムズのラジオ番組に出演。転機となったのは、ケイカイザー率いるビッグバンドへ歌手として加入したことである。ここで、 オーレバターミクスカイやザオールド・ランプライターといったヒット曲を歌い知名度を高める。その後1951年にカイザーが引退するまでバンドとして活動した。1950年、ディズニーのアニメーション映画シンデレラにプリンス・チャーミングの歌唱役として出演。シンデレラ役のアイリーン・ウッズと共にこれが恋かしらを歌った。ただし、 シカゴ出身であることから鉛を理由に、ウォルト・ディズニーよりセリフの担当からは外され、ウィリアム・ピップスが担当した。その後、バーバンクへ移住した頃、ロックンロールやドゥーアップの台頭により一時的に、キャリアが低迷し、ナイトクラブに歌手として出演。幸い、ロサンゼルスの自宅が高値で売れたこともあり、生計を維持する。1961年、クリーブランドのテレビ局会話にて、 自身の番組マイク・ダグラス賞が放送開始され司会者として出演。番組は非常に高い人気を誇りバーブラストライサンドやアレサ・フランクリンといった歌詞を輩出。1977年には当時2歳のタイガー・ウッズが自身初のテレビ出演を飾っている。スポンサー収益は1050万ドルにも上り司会者として50万ドル以上のギャラを得た。 1967年番組での功績によりエミー賞を獲得。放送局や放送拠点を変えつつ、1982年に放送終了するまで21年間、全4017回の放送に出演した。70年代にジョン・レノンと小野陽子がゲストで出た回は2000年代に DVD になった。そのジョンの映像は94年の映画。 ホレストガンプで、ホレストが、ショーに出たという設定で使われた。ジョンの声は、本人ではなくビートルズのコピーバンドのジョン役が担当している。1990年、前立腺がんが見つかったが、手術により克服した。81歳の誕生日であった2006年8月11日、フロリダ州、パームビーチガーデンズの病院で死去。 シンデレラスペシャルエディション収録のインタビュー映像より、ありがとうございます。